おい、ジョニー忘れたのか。結構ボロボロになってるぞ、羽が。大丈夫か、飛べないのか、もう少しで。魚取れたらな、食わせてやるぞ。全然釣れない初心者、アッパリー熊五郎です。今日はね、海の方でやってきました。今日はね、何するかっていうと泳がせ釣りで、まあ、かつてね、私のこのチャンネルはね、泳がせでエイを釣る、そういうのがねメインとしてたチャンネルだったんですけど、しばらくねエイから遠ざかっていたんでね、エイ釣りを今日はやりたいと思います。でね、エイっていうのはね、まあおなじみじゃない人はわからないでしょうけど、とっても美味しい魚でもあるんですよ。まあ、まずね、このリンク動画を見てもらって、プロが作ったね美味しいエイ料理をね、私たちが堪能する姿を見てもらって、あ、エイ釣りっていうのも価値あるんだなっていうのをまずね分かった上でね、今日の釣りをね見てほしいなと思います。はい、今日はね一緒にするのはこちら、根蔵部長です。こんにちは。こんにちは。ってて、今日久々だね、エイ釣り。そうですね、1年ぶりぐらいですか、うん、毎年夏年に1回ぐらいはやってますけど、ねはい、今年まだほら今もう夏だけど全然やってなかったし、そうだね、イカ釣りばっかりやってたかな。ていうか、まあ我々の前イカ釣りなんだかどうだかね、釣ってないから。そう、釣ってないから。イカ釣りのフリーだったけど、ね、そう、何釣りだかもよく分からなくなってきてて、はい、魚ね、そんぐらい合ってないです。そうだね。でね、ほらサビキもまず夏ってほら毎年年に1回やってましたけど、やってなかったんですよね、あんまりね。そうだね、はい。で、まあ、その調査もするし、ね、あとそのサビキで釣れたね、ちっちゃい魚をね、はい、餌にして泳がせして、あれほらエイね来るかどうかも調査をしないといけないということで、 そうだね、そういう調査に来たと。で、いつもとな、これ違うフィールドにね、はい、やってきましたよいつも、はい、違う、まあ、いつもとは場所違うから、ちょっと違うところね、はい、違うと。まあ、まずここで小魚釣れるかどうかがまずね、うん、そうですね。今でも跳ねてましたね、小魚。小魚、うん。サッパ、サッパがわからないけど、なんだっけ、ほらサッパの他にいるじゃない、なんか なんだっけ忘れた、なんかいたと思う。ボラ、ボラか。ボラだな今のね。ボラはなんか釣れないんだよ、なかなかね。ああ、そうだ。まあまあいいでしょう、うん、まずね、まず細かいのを釣って ね、 そうだね、まず細かいのを見せてから大きいの見せましょう、うん、はい、はい、そういうね、はい、釣りになりますので、はい、よろしくお願いします、はい。ボラじゃない、多分。なんか今日の海静かだね、やったら。どう、静かっていうのも良くないですか。はい、いいね、久々なんでね、この泳がせ釣り我々やってるやつ説明しますけど、こういうね三つ股サルカンって、このこのとこに輪っこになってて自由に動く、その三つ股サルカンの先にこのね針ついて、ここに小魚サッパとかをつけてね、そしてキャストして、ここら辺をね自由に泳ぐサッパを狙う魚を釣ると、それが我々の泳がせ釣りです。熊五郎さんが自分でアニメ作って、俺たちの泳がせ釣りはこうだよって伝えたいらしいから、それも見てね。アニメでわかる元祖あっぱれ泳がせ釣り。1、小魚を釣る。2、三つ股サルカンを用意する。3、おもりをつける。4、ハリス、ハリをつける。5、小魚を鼻掛けする。6、海に投入。7、小魚が泳ぐ。8、食物連鎖。9、弱肉強食。よくこんなアニメまで作ったよね。でもおそらく多くの釣りする人にはエイ釣りって面白いとか美味しいとかエモいとか誰にも思われないと思う。久々だね、これ用意するの。だってこれが自分らのスタイルだ。スタイルでね、そう、ね、服で、これはねサッパを入れておくためですの。難しいんだよね、服を用意してきました。
懐かしいね。懐かしいですね。いるはずなんだよ。聞きました、内湾で念願の。懐かしい。懐かしい、これサッパ。サッパじゃん。サッパです。これを泳がせるっていうのがね、我々のスタイル。ちょっと胸ズブチもうその磯目外してさ、これやろうよ。そうっすね。元気のあるうちに。来たよサッパ。懐かしいサッパ。懐かしい。なんか嬉しいですね。懐かしいサッパ。嬉しいですサッパ。サッパちゃん。あ、何これ。何。釣れてたし。あ、なんだ。そっちで保険の竿でもう釣れちゃったの。釣れてたし。何これ。シャコだ。シャコ、あれは博鳥じゃないの。あれは今日忙しいね、はい、これは。シャコです。見せて。はい、おお、いいね。早くもこう生き物が出てきたよ、どんどん。レンチャンで。はい。はい。ね。いやー、今日ね、サッパも来ないっていう日になるかと思ったんですけど、サッパ来ました。うん、こんなにすぐ生き物出るの珍しいよ。我々のチャンネル、基本こういうことはあんまり。釣れない方担当の我々二人はね。うん、生き物が一日中出ないっていうことがよくあります、ね。そう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 。で、あんま傷、あのね、弱くなっちゃうから、はい、強く刺すぎるとさ、あ、やべ、あ、大丈夫だ。よし。あの、息が悪くなっちゃうんで。はい。じゃあいよいよ泳がせ釣りスタートです。やべ、シャコで絡んだんだ。やっぱり。ちょっと待って。あ、オッケー。はい。しょ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 。これね、鮮度が命ですから。そうだね。サッパが弱まった、うん、弱まったらダメです。泳いでくれないとね。まずまずまず。え、なんか泳いでね。あれ、あ、でも大丈夫だ。あ、どうだろう、なんか泳いでる。息悪くね。息悪い。あれ、俺サッパ別に何も悪いことしてない。俺してないし、だってあれだよ、そんな、なんて向きぶっ刺したわけでもないんですよ、だって浮かんでこないから多分あれじゃない。うん、復活したんじゃない。復活して泳いでるよ多分。そうですね、まあ、かかったんだね完全に。すぐにね、うん、あ、来た泳いでます、泳いでます。やりました宗座部長。サッパ、なんかリールが変な音してますけど大丈夫ですか。ドラムむっちゃ緩いんじゃない。緩かった。あ、やっとサッパ。サッパだね。サッパです。サッパ。じゃあスイッチオンです。よし。はい。自然に外れてくれれば一番いいんだけど。そうだね。手で外すと弱っちゃうから、ね。そう。あ、やべ。ああ、いいじゃんいいじゃん。ちょっと一旦、はい、ちょっと待って。ごめん。やけど。よし。いいね。やけどするとこだった。サッパ。で、あ。あれ早くね。え、なんでもう横たわってんの。あ、たまに死んだふりしますよね。死んだふりだったね今。だって俺でもなんか泳がなくない。あ、やっと泳いだ。でもなんか弱い。なんか息悪。やっぱ素手で一瞬触っちゃったのがいけないのかな。でも今までさ、こんなにすぐに死んじゃわないけど、なんか弱い。生きてはいるよね。あ、生きた。あ、泳ぎ出した。泳いだ。でもなんかいつものサッパより弱いです。やっぱり手で触ったのがいけないんだ。じゃあやっぱタオルにしましょう。はい、ああでもああでもよかった。すごい復活してきた。たんね、うん、なんかわかんないけど、まあサッパどんどん補充しましょう。そうですね。いいね、胸ゾブチサッパ釣ったじゃん。いやいや今日は調子いいね。ねえ、やるね。いつもとはまあ違うかな。うん、素晴らしいです。さきましたよ私もサッパ。おー、胸座部長、はい、2サッパです。2サッパで、ね、2サッパたまりました。5サッパぐらい、5サッパぐらいためてから熊頃行きます。なんだ、はい、怪我するからねこいつ。胸座部長のメバルです。メバル、はい、おい、ここにお邪魔。いいね。あれ、また死んだふり。死んだふりじゃないですかまだ。うん、まあこのね、あれ変だよこのメバル。なんでこんな死んだみたくなってる。死んだふりじゃないですか。死ぬわけないね、こんな早くね。メバルって強い。でも泳いでるよ、こうやって。強いはずだよね。こうだよね。魚は死んだふりをします。本当のことですからね。サッパ2のメバル1。
どうですか、いいね、今日はもう忙しいわ。森蔵部長、またサッパじゃん。うーんってほら。いいね、元気や元気。はい。よーし。我々の水槽に。ああ、すごい。すげえな。水族館。森蔵水族館です。水族館になりましたね。森蔵水族館に、サッパが3に、メバルが1。ああ、いいね。ですね。森蔵部長、今日違うね、あなた。今日は冴えてますね。あとはもう大物さえ釣れば、そうだね。大成功だね。大成功なんだけどさ、はい、本当は。どうですか、こちらの。サッパーの泳がせぶりは、ちょっとさっき1回だけちょっとした当たりっぽいの見えたけど、じゃあ開けてみますか、うん、開けてみましょう。せっかくだし、そう、元気がなかったらもうサッパー交換でいきましょう。そうします。どう、何もないってことないんだな。よくここで、うん、鬼合わせでしたよね。そうだね。お、いない。あ、お、サッパー食われてる。サッパーがいない。に逃げたか食われたかちょっとなんか不明だけど、サッパの首とかよく残ってたけどね。そしたらカニ。はい、じゃあまあ新しいサッパつけましょう。わかりました。あらー、またまた来ましたね。来たっすよ。結構大きくない？今日のサッパな、4サッパ、4サッパ、いいね。群れ蔵部長、また来たじゃん。はい、落とさないで。弱っちゃうんじゃん。やばい。立ててつかんの方よかったよ。やりました。群れ蔵水族館に今何人がいるか。メバルとサッパスで。ああ、いいね。でも元気だね。元気だ。元気だ。調子いいね。結構掴むの苦労しますよ。サッパ6じゃないの。6サッパかな。うん、すごい。ほら。いいね、群れ蔵水族館。いやいやいや、群れ蔵部長、また釣ったじゃん。いや、嬉しいですよ。サッパビシビシ来るね。サッパ2、メバル1。そうですね。あ、いいね。いや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 、嬉しいっすね。ね。はい。忙しいよ、今日は。はい、ただ、この泳がせの方は2人とまだ来ませんね。何にもないんだよね。はい。やっぱりあなた釣りますね、今日は。いやー、嬉しいね。サッパちゃん、サッパちゃんよ。ポーンとな、こうやって、ほら。いいね、群れ蔵水族館。いやー、ちょっとにぎわいをね。にぎわいが出てる、うん、取り戻したかなって感じ。にぎわってます。食ったよ、ほら、はい、ほら見ろ、早くないよ。すっげーんだけど。となると、我々のつけてたやつももう何もついてないかもしれないから、じゃあ、ね、上げて調査、はい、はい、調査します。はい、まず群れ蔵部長の泳がせてるサッパ、元気な大きいやつでしたけどね。そうどうでしょうか。何しゃん、うこんなのも引っかかってた。え、何サビキで、え、何、ほら、あ、何ちょっと見して。群れ蔵部長、何サビキでサッパ以外に何か釣り上げたの。今外れちゃったけど、こんなのかけてた。何これ、なんか、おお、どこだ、あ、いた。何これ、何これ、なんか針にかかってた。何これ、水部長、何か変なもの。生き物だよね、これ。生き物、何それ。サムネだな。これサムネなの。はい、じゃあ、あなたと一緒に。これ何、本当に。船虫じゃないよね、何なの。船虫じゃないですね。不明なものが釣れた。不明なもの、何？あ、落ちた。やっぱり船虫じゃん。船虫か。船虫かかるって珍しくないですか？なかなか船虫ってかかんないんだよね。なんか船虫なのかな、これ。やっぱり。船虫かかるのも珍しいけど。うん、そうだね。なかなかかかんないですよ。さすが。これ群れ蔵水族館には入れなくていい。いやー、ちょっとやだな、それは。はい。じゃあ、まあまあ、これだから、はい、追い混ぜてるやつ、そう、調査でした。どうですか、手応え、なし。あ、どうだろう、魚ついてるかな、サッパ。あ、ついてる。おー、でもついてるけど、死んでるね、サッパ。どう、泳いでるの。死んでるでしょ、なんか。じゃあ、ちょっと一回つけてみよう。
死んでます。死んでますね。死んでます。じゃあそのサッパは。じゃあこれあのなんだ重物はじゃあ近く泳いでないのかな。かわいそうだからそれママカリの酢漬けにして食べましょうよ。これね。はい。はい、じゃあ一旦あれだね戻しますか。じゃあ熊五郎の方もねちょっと上げてみましょう。サッパどうなってるか。あ、なんだ、満足してしまった。あ、なんだ。あ、そこが、あ、ん？あ、ズタボロ。あ、カニだな。これです。よくあるパターンね。うん。何かいたずらをしたんだ。これ、この目玉、かわいそうすぎるんだけど、この。すごい状態になってんだけどさ。まあ、これ笑っちゃいけないんだけどね。これがね、泳がせ釣りの失敗例っていうか、まあカニだね。カニだね、これは絶対カニだ、はい、じゃあ交換します。わかりました。これもママカニの酢漬け雪になるやつですね。酢漬けにして食べます。そうで、ニューサッパつけます。ああ、元気だ。30メーターぐらい飛んだ。え、早くない引っかかんの。あ、いないかも。あれ？え、一瞬の根がかり？かな。どうだ。シャツとしてまだ間もない。あ、よかった。あ、大丈夫。サッパ一瞬で死んだ。一回回収して、あ、おもりが消えた。あ、サッパ生きてる。いや、おもりなしでやった。あノー、おもりだけ引っかかって取れちゃった。ノーシンカーでやったよね。ノーシンカー泳がせです。あ、でも下に、まあ、それもまたいいんじゃない。ノーシンカーはノーシンカーで、まあいいでしょう。米蔵部長すごいね、また来たね。本当ですね。本当に来るね。ママカリパーティーだ、はい、じゃあまた米蔵水族館を賑やかにしてください。わかりました。もう全部このまま持ち帰ってママカリの酢漬けを豪華にしたくもなってきました、ね、そうですね。このぐらいでも酢漬け完成ですわね。そうだね。なんか大物いらなくなっちゃうな。ママカリばっかってダメです。やっぱり大物、ね、この泳がせの竿で。それでこそミッションだ、ね。うん、そうだね。すごい群れぞ部長。ダブルで。ダブルでサッパー。はい、でも熊五郎さんの方も、うん。方のね、こっちの泳がせの熊五郎の竿がね、結構忙しくなってたんで今。そうですね。あ、でもなんか静かになっちゃった。かなりの当たり出てたんで今。まあまあ。あなたのサッパーに。霞みましたもん。熊五郎の活躍今見せようと思ったんだけどね。あなたのサッパの方が強かったです。ダブルサッパの方が。ダボー。でもね、今本当熊五郎の竿ね、結構大きい当たり出てたから。今なんかな、忙しくはなってたよね。なってたし、その後ギューンってなったからちょっと上げてみます。わかりました。お、ダメ。はい、よし、じゃあ上げてみます。カニでもいい。そう、何でもいい。あー、なんもないね。ダメか。軽すぎ。あ、重い重い。あ、来てる来てる。合わせ、合わせどころかさ、すげえすげえすげえ。熊太郎、あ、熊太郎じゃね。来てる。熊五郎さん、鬼合わせ。鬼合わせどころか、もう絶対かかってるこれ。すげえんだけど、これどうすればいい。こっち見て、一瞬顔こっち見てくださいすごいんだけど、すごいんだけど。あ、やばい。来た来た。
予定して写して、その予定通りの予定通りの駅来た、写して、ちょっと待って、ちょっと待って写して写して、写ってんの、ちょっとあれカメラ持ってるんで、ちょっと一回カメラ外そう、ちょっと待って一回切る。怖いんだけど、うん、まだちっちゃくてでもよかったね。ちょっとあれさ、網だ、タモね、タモを用意します。針外してあげないと。そうそう、あの短くしていく。そう。海蔵部長。やりました。久々の泳がせで。目標の A です。そうですね。ちょっとここがそうまず置いて針外しましょう。ですね。待って、針外したら、あ、私抜き砂まんま返してあげたいんだね。そうだね、返した。今日はね、今日は食べませんから返す、ええ、尻尾踏んでいいのかな、一回。でも踏むのも危ない、なんか嫌なんだよね。そう、あ、ちょっと待ってよ、針ね、飲み込んでる。取れました、針が。みんな見てください。あー、サッパ飲み込んだんだ。サッパはいいでしょ、食べてくれてね。食べてもらったんだね。お礼蔵部長、やりましたよ。すごいね、狙いの。でもおそらく多くの釣りする人にはエイズイって面白いとか美味しいとかエモいとか誰にも思われないと思う。はい、じゃあ返しましょう。そうですね、針も取れたし、傷ついてなくても、傷ついてなくていいね、これね。こっちじゃなくてあっちの方のいいのかな、こっちでも。でもいいか、帰っていけるでしょ。帰っていきますよね、繋がっていくから。じゃあ、はい、じゃあこう、結構重いな。重いよ、結構の伸ばしていって、こう先端持って伸ばした方がいい、ね、うん、はい、伸ばしていって下ろすと。こうやればいいんじゃないか。そう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 。あ、いやー、やった、泳いでった。映像部長、泳いでいきました。いやー、これがね、我々のね、釣りなんです。久々に強い引き上がったんだけど、すごかったね。いやー、なんかやり遂げちゃったね。こんなうまくいったことないんだけど。危ないよね、久々。怖い、そう。うまくいきすぎて怖い。帰り道とか気をつけねえと。はい、でも、まあ、目標としてた釣りがね、久々に今日できたと、はい、なるほどね。そうだね、それに、まあ、うん、えいちゃんもあのちゃんとね、針外して無傷のまま返したんですね。サッパも食べてもらったし、はい、よかった。焦げなければさ、ちょっとね、観察したいんだけどね。そうだね、でもちょっと危ないからね、刺されたらシャレにならないんで。そう、毒針ですから、はい、そうです。達成感ですね。海蔵部長のサッパで熊五郎が釣りました。ありがとうございます。そう、連携プレー、連携プレー、はい、フィッシングが今日成功しました、ね、はい、久々にね、ここのフィールドで楽しめたね。なんかもうエンディング本当だ、もうエンディングだよ、ね、そうだよね。もう一つチャンネル登録、一つグッドボタン、一つ
心温まるコメント、あっぱれ釣り部三種の神器よろしくお願いいたします。